ジランドーニ空気小銃 M1780 は18世紀末期にオーストリア軍に採用された軍用空気小銃である。1778年に南チロルの時計職人バルトロメスジランドーニによって試作された圧縮空気式連発ライフルは革新的なものを好む新生ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世によって1779年に採用され、 1787年からのオード戦争に投入される。一時は運用中止となったが、レオポルト2世とフランツ2世によって再運用され、1780年から1815年頃までオーストリア軍で使用された。ジランドに空気小銃に関する多くの文献には、125から150ヤードの致死的な戦闘範囲が記載されており、 中にはその範囲をかなり拡大しているものもある。暴発や燃焼炎がないことや発砲音が小さいなどの利点があった。軍用を引退した後は民間人に領銃として売られたものもあった。重心構内には当時のライフルが7から8畳なのに対し12畳ものライフリングが施されていた。左右にスライドするだけで 球状弾丸を装填できる装填装置付きの22発入り環状弾装を銃本体右側面に備えていた。弾装の後方にマッチロック銃やフリントロック銃のものに類似した撃鉄を備えるが内部機構を作動させるためのものであり、打撃するためのものではない。重傷を兼ねた取り外し可能なヤータンクは約30発から50発の発砲が可能であったが、取り外した。 エアータンクを満たすのに、約1500往復の手動圧縮を要した。その後、ワゴン搭載のコンプレッサーが用意された。この容量1リットルでフルチャージ状態で54から67、気圧になるエアータンクは、リベットで止められる大漬けで密封されたウステパンから作られており、当時の技術で製造することは非常に困難であり、常に供給が不足していた。このエアータンクは、 総生産数1,500兆の銃本体に対し4,500個製造された。加えて、本銃は非常に繊細でエアータンクの小さな破損で空気漏れを起こし操作不能になった。また、当時の他の兵器とは大きく異なり使用するには広範な訓練が必要であった。ルイス・クラーク探検隊はこのライフルを使って遠征中に遭遇したアメリカ先住民のほぼべての 部族に向けてデモを行った。ジランドに空気小銃で実用化された空気銃はヨーロッパ各国に広がっていき、日本にもオランダを通じて伝わり、1819年には日本初の国産空気銃が国友の鉄砲単野である国友一貫祭により製作された。ありがとうございます。